はい、お疲れ様です。マッピーです。グローリーモードやっていきます。前回机見つかってめちゃめちゃ痛い目見たんで、もうね、魂売りましたってことで、100ポイント消費して使っていくデッキがこちら。マジで英雄王デッキですね。ギルガメッシュがもうグローリー最強って言っていい。リーダー勝率ね、もう一番高いんですよ。この神殴りとかもさ、結構デッキ編成しやすいっていう部類に入るから、使用率高いとか、まあ、強いとかそういう部類でね、リーダー使用率高いっていうのは分かるんだけど、まあ、その神殴りが 11.5 で、もう一番高いのがこれ 18% のギルガメってことで、もうこれ完全に環境です。ギルガメッシュ環境。もうね、グローリーモードやっぱ低コスでこのギルガメッシュの雷撃がね、もうどんどん生えてきて火力出すっていうのがもうとにかく強いと。で、自キャラ依存で火力出せるようなコマなんかもね、すごい相性良くてってことで、やっできます。まあ、構成これですね。S 枠悩んだ。ヴィーナスにするか、あとは、まあ、両面雷撃持ってるってところで強いんで、あのあいつなんだっけ、ジンユイチ、ジンさん使うか悩んだんですけど、まあ、実際ね、前の動画でギルガメッシュ使ってるあのエキサイ優勝者の人がジンさん使ってたんで、ありかなと思ったんだけど、やっぱ神殴りと、あとギルガメのミラーでビナ強いと思うんで、英語マだけでも結構火力出せるんじゃないかなって思うんで、これでやっていきます。っていうか、あの前回ね、使ったつくよみがあまりにもね、神殴りがしんどかったんでね。そう、神デッキって神殴りマジきついんで、まあ、シールド欲しいなってことで、やっぱホーススキル、なんだかんだヴィーナスですね。この3年と10ヶ月経ってもなおまだ使われてるヴィーナスっていうコマ、ほんとすごいな。完璧すぎるコマなんだよな。マジで弱点ない。まあ、弱点ないっていうか、なんか、なんだろう、もうとりあえず入れとけっていうか、汎用性っていうの同義語がヴィーナスかもしれないね。ってことでやっていくんですけど、早速なんすか、なんか血を来たんですけど、ただ血を対面はね、これ自キャラ増えちまうんで、あの吸収しんどいですね。吸収しんどい。まあいいや、とりあえず雷撃展開ので、まあ、これ2手目からバイセがね、もう1期1500、2ターンかかるとかめっちゃ強くて。で、なんか初っ端からこれ吸収オーラ引いてら、ただこの吸収のオーラ、英語マなんで、まあ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 、いいですよと。分かりましたよと。で、これもうバイセ打っちゃって。いやー、ギルガメッシュ、まあ強いんだろうなっていうのはね、前々から分かってたんだけど、俺が神デッキ使うのがあまりにも下手くそなんで、敬遠してたんですよ。で、机見つかったら、まあ案の定全然勝てなかったんで、まあギルガメッシュだったらどうかなっていう、なんか神デッキに対しての苦手意識を克服したいがために、ちょっと今回使っていくみたいなところも、まあ、半分ある。で、あえて早速ね、事故ってくれまして、まあ早速この、ルサールカで永続で軽く与えるんですけど、チオか。チオいるんだな。あの、サタンは勘弁をしてほしい。永続吸収のサタンだけは、マジで勘弁してほしい。OK。あ、誰と、めっちゃ事故ってない。左から2番目なんだ。あと、倒すとかもめっちゃきついんで、ちょっとその辺は、また今度お願いします。また今度お願いします。これ2ターンスキルの、ライラ切りたくなるんですけど、もう直接2000の雷撃切れちゃいます。で、コンボこっちの方が強いんで、強い駒を置く。はい。左から2番目まだ出してこないな。あれなんだ、倒すにしても、温めすぎな気がするんで、ちょっと違いそうだけど。で、俺はね、吸収デッキに踏み穴入ってないって読んで、こっち行きます。OK。はい、どんどん火力出しちゃいます。強いな、ギルガメ。ギルガメ、強いな。さては。そっか、ギルガメって強いんだ。OK、わらごま。え、そんなに温めることある？左側に2番目。あれ何？そんな温めんの？マジかよ。そんな温まるんだ。そんなに温まる駒があるんだ。まあ、一応、罠駒貼られたんで、悩んだけど、一旦こっちにします。イベッティング先生だった。あ、でも全然問題ないね、それ。じゃあ、雷撃いっちゃいます。え、待って、これ、ビナ飛んでたじゃん。マジかよ。俺、飛ぶイメージで今撃ってなかった。あ、飛ぶんだね、今の。あ、いや、違う、いや、飛んでないか。あ、スキルボルトマギアだからか。え、なんかさ、今、雷撃で1200だったからさ、ビナだったら飛んでねとか思ったけど、気のせいでした。全然気のせい。え、ケラブか。あー、なるほど。マゴマ2枚の条件あるもんね、君ね。めちゃめちゃ手ごま事故ってくれた。ってことで、早速一勝ですね。ありがとう。そっか、ギルガメが最強なのか。まあでもいいと思う。ギルガメってさ、コスト200、
まあいいと思うっていうのは、なんかあのギルガメがグローリーで環境を取ってることについてはまあいいんじゃねってのはある。それのメタで回ってくれたらいいっていうか、なんか強すぎるのかなギルガメって。 その辺はちょっとさておき、あのコスト200だとさ、ギルガメッシュってまあ弱くはないんだけどパッとしないんですよ、はっきり言って。やっぱフェイルノートとの合わせが難しいとか、おちょ同じ人当たったっておい同じ人当たっちゃったって。まあでも今のはな、手がまじごったもんな。今度回られたら怖いな。まあ言うてオーラ引かれてたけど、もう一回事故ってくれそう、そんなわけであのギルガメッシュがこのグローリーモードだとめっちゃ強いみたいな、そういうのはロマンあるんじゃないかなって思うんすよね。いいと思いまして、はい。だってさ、ね、この人 AU 王なんですよ、ギルガメッシュって。なんかそういうのあるやん、なんだっけフェイトだっけ、俺 もう全然詳しくないんだけど、そう AU 王みたいな呼ばれ方してない、ギルガメッシュって。でグローリーモードってさ、まあ、栄光とかそういう意味じゃん。だからギルガメッシュがグローリーの王を名乗るっていうのはなんかね、あのキャラ設定にもちょっとマッチしてていいんじゃないかなっていうふうに個人的には思いますけど。さあ火力だしいの、うーん、ただこれあれっすね、次ちょっと手駒事故ってるっていうか、これ上駒4枚場にないんで左2枚の駒が使えないんですよね。そこはちょっと怖い。なんかちょうどいい駒欲しいな、フギムニとかビナとか。あ、フギムニとかって言ったら本当にフギムニ来た。じゃあ行きますわ、ハローワールド。よし、いいから行く。一応バイセ入れてるけど、これバイセって他の駒でもいいのかな俺割とにわかギルガメッシュ構成だからね、俺今回使ってるの。これでいいのかなって思いながら、まあでも強いと思うんでね、よく見る駒入れてるし。あー、アルト引いた、強っ。そう、アルトは、まあ、オーダーに対しても優秀だし、なんかいいかなと思って入れてるんだけど、待って、これ、神駒5枚、なんか、イラストにしとこう。なんとなく。コンボの神駒条件、なんか。ああ、まあ、大丈夫か。今、ファナリア打ってよかったか。うん、アルトもあるしな。歯茎出したな。今、ファナリアでよかったか。まあ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 。出たー。いや、でもこれ、このサタンを追い風に変えていくのが、俺の役目。さあ、絶望のアルトをあなたに。もうこれはね、回復が見込めないから相手は火力出して飛ばしに来るしかない。で来た、これ完全に俺のペース。でケラブ打たれる、はい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 、まあこれダメージになっちゃいますよと。で、よいしょ、マジで強気に行こうかな、マジで強気に行くわ。これもうサタンのコンボに当てちゃうっていうね、クソ強気。もう吸収したら死ぬぞって、言い聞かせます。で、取らなかったらファナリアのコンボが襲いかかる。いや、アルトクソ刺さるな。めっちゃ強いじゃん。あ、倒すと。まあ、本来これもうね、本来アルトがなかったら終わってるような吸収量なんですけど、まあ、ダメージに変えてもらって。よし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 。最高や。最高や。あ、最高や。まあ、同じ人に当たっちゃったってのもあるな。今度は違う人当たるかな。でもグローリーちょっとあんまり触れてなかったけど、ちょっとかそってんのかな。同じ人結構当たるな。なんか前回の動画でもそうだったんだけど、若干過疎説あるな。言うて今これ夜の8時9時ぐらいの動画撮ってるから当たりたいよ、いろんな人。みんなグローリーやろうよ。来た、今度はどうかな。ボルシチ？誰が何度言おうとレジェンドです。101 ちょっと待って。おい、レジェンド芸人してるって、この人101 いやー、いいね。いや、俺ね、こういうのってさ、笑っていいのかどうか分かんないけどさ、でもこの人も、なんか、それを分かってネタにしてるみたいなとこあると思うんだよね。だから、まあ、笑います。いや、ま、頑張ろう。絶対レジェンド取れる。101位はもうレジェンドと一緒。正直。なんか、称号が青いか赤いかの違いだけで、実力はもうレジェンドと変わらん。でも、そんな中ね、俺はまあ、俺もその気持ちわかる。
なんかレジェンド弾かれてギリギリ101とか10とかの時ってめっちゃ悔しいよね。まあ気持ちわかる、俺もその時あったんだね。でも一番納得できなかったことがあってさ、ちょっと聞いてほしいんだけどさ、まあこれもう本当大昔の話だから俺も全然今や気にしてないんだけど、一時期カップ戦の連勝ボーナスがさ、これ前も話したかもしれないけど、連勝ボーナスが今より大事な時があったんよ。もう連勝ゲーみたいな、勝率より連勝が充実されることがあったのね。で俺47勝でレジェンド弾かれたんだけど、連勝があまりにも上手すぎる人がいて、42勝でレジェンド入ってる人がいたの。これちょっとさ、怒ってよくない俺って思った、その時。もう一回言うよ、嘘じゃないよ、ありのまま怒ったこと話すけど、俺47勝でレジェンド弾かれて42勝でレジェンド入ってる人いるからね。まあでも当時ね、カップ戦結構、まあ今もだけどね、レベル高くて47勝はちょっとレジェンドに足んないなみたいな。まあ48勝あれば連勝ボーナスが下手くそでも、まあレジェンド入れるかなみたいな温度感だったので、俺47勝で連勝が下手だったからこれちょっときついなとか思って、で実際入れなかったから、ああまあしょうがねえかとか思ってたら、42勝でレジェンドに入ってる人いてマジ憤慨したよね。そんなんあっていいんかみたいな、そんなん許されるんかみたいな、マジでズルだろと思った。それ許されていいんかみたいな感じで思ってたんだけど、てか待って、ギルガメ強すぎない？適当に英語を出してるだけで相手の HP もほぼないんだけど、待って、ギルガメ強すぎない？こんな強いのギルガメって、もう相手 HP 全然ねえけど、やっぱコスト200を想定して作られてるキャラゴマのせいか、めちゃめちゃ火力出るね。これおかしいだろ、こんな強いのギルガメって、やべえな。まあでも東映とか撃たれたらちょっと怖そうな雰囲気にはなってきたな。もうこれもコーネリアですよ。ネリネリコーネリアして、はい、ネリネリコーネリアのもちもちきなこもちですよ。ああ、オッケー、きなこもちみたいな雷撃の火力。いいですね。色合いもちょっときなこもちっぽくていいですね。さあ。これ結局コンボ封印されたと思ったけど、うまいこと避けて、キャラゴマめっちゃ展開できてるっていうね。はい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 。で、A4 で動線組んで C2 でぶっ飛ばしに見える、もしくは D5 ああと思ったけど、ルサールかコンボないんか。じゃあまあ A4 でいいんじゃない、 A4 でいいんじゃない。罠回収できないけど雷撃の火力が通るで4255ね。でお前のコンボスキルは2200出せる、これ2200出せる。でこれで英語に何言ってくるのかじゃなんか R 指定さんのラップみたいになっちゃった。コンボで2200出せる、来月その裏側に、その裏側にはルサルカの600、あーゆるぎないこだわり受け持ちのゆるぎないこだわり来る。待て、2200に3200、3700、4000、ん合ってる、待って2200でしょ、3200、3500、4300、4300か、余裕やん。だからバイス単体で1900出れば勝ちなんで火力出しちゃいます。はい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 、つんよー、あまりにも強えじゃんギルガメッシュ。こんな強いの、ズルじゃん、ギルガメ強すぎじゃん、強すぎじゃんギルガメッシュ。ギルガメ強すぎじゃん、おかしいだろ。うん、ということで、もうこれはね、同じギルガメに当たらない限り負ける気がしないぐらい勝てるんだけどいやでもこれはね、わからない、調子乗ってるだけかもしれない、俺の調子がいいだけかもしれない。うん、これわからん、もしかしたら、いやでもあれだ、そういうこと、とにかく環境で強い駒をね、そういう駒というかデッキにたくさん当たってそれに勝つことでそれが証明される。で実際この手駒どうなん、俺ちょっと事故ってない、イアスサの発動がなんかもう4ターンとか5ターンぐらいかかりそうなんだけど、初手ラサス事故ってんね、あでかいな、初手事故ってくれるんだ。とりあえず、はい、ガメッシュいきますよ。まあ、ギルガメッシュが今環境で多いんだったら、トーヤ入れたりとか、あと、そうだな、
まあ、敵キャラ依存で何かしらやってくれる、何かしらをたくさん入れるとかはありかもしれない。ああ、なるほど、団長ね。団長を出したかったのか相手は。まあ、適当に運で切って、ただこのくさび展開はさすがに強えな。いくらこっちがギルガメとはいえ、相手のくさび展開もなか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 のものではある。カリス、うん、グローリーってひろゆき使えないんだっけ。まあでもカリス採用してるってことはひろゆきが使えない世界線なんだろうっていうっていう想像で、これどうしようかな。 X ビナダメっすか。ブルサールか、微妙な気がするんだけど。俺もうビナ打っちゃうよ。どうせ後半 HP 半分かなったらあれでしょ、アラジンとか飛んでくるんで、もうビナ打っちゃう。で取られるよ。 OKOK。 まあでもこれで点血だいぶ減って、うん、でも俺の HP も減っていくんだよね。それ強くて、いらっしゃいませで、ルサールかも張れるけどコンボが弱いんで、もう癒さっちゃおう。コンボ3500投げないんで、こっちの方がいい気がする。うん、もうスキルで2400出してるから、ルサールか4ターン分出してるんで、ルサールかもう打つよりはもう癒され殴っちゃって、ビナル、なんだろう、 X ルサルカだと A3 ビラ打ってたけど、なんか火力のコスパが悪かったんでこっちでいい。で相手のコンボ、このジン、どうしようかな、引き見てからバイセイ E6 かな。まあ、コンボ転結は人雷と合わさったら強いけど、まあ、で現段階はこれが一番良さそう。相手のコンボ弱くしつつシンプルに火力出してって C1 で飛ばすラインを見ていきたいかな。ハロメで繋いでくる、似て飛ばし狙ってんのかこれ。まあ俺確かにウンディとあれ切ったんで、いやそれのルートあるな。でこれ抑えるしかないな。うーん、うん、抑えるしかない、抑えるしかなくて、よいしょよいしょよいしょ。で次バイセル飛ばすしかないですね。アラジン来たら負けですね。もうこれ割り切るしかない。うん、どんまい。まあこれは割り切るしかないかな。ビナ切っちゃってるし、ビナ残してたとしてもこのアラジン止められてないんで、と思ったけど耐えるっていうね。あれこれ耐えるの、うそ、強くない。え、俺死んだと思ったんだけど、さすがにマジかよ。ってことで、負けたと思っても勝てる、それがギルガメッシュですね。はい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 、はい、なんで勝てるんだあれ。いやでもね、なんで勝てたか俺わかる。初手が事故った相手の絶対そう。ラサスじゃなかったらもう終わってた絶対。あのラサスがスキル1回でも発動してたらもうアラジンじゃなくてもしばかれてた説ある。あぶねえ、これ相手が違ったな。助かったわ。まあ勝ちは勝ちなんで、いっぱい勝っちゃおうね。ギルガメなんか本当あれだな、雑に強いな。あ、来た。でこれあるとほしいね。はい、うん、てかもいいんじゃない。まあフギムニとかもそうだし、それ強いよな。まあやってることなんか X 打ちに耐性のあるウィブみたいなもんなんで、そら強いよね。弱いわけないよね。アルカ打たれるよね。で、はい、あ、なんかまあ何打って、オーダー C を組ませに行くしようかな。はい、でいいと思います。うん、そのリーニーはさすがに痛くて、はい、まあ、目の前のリーニーはウンディネでちょっとこれ蓋しましょう。うん、ちょっとこの目の前のリーニーはウンディネで蓋します。はい、でおそらく2枚返しかな。でただこれアルカのコンボ発動してないんで、オーダー C はしゃばくて、でもそうだね、 F5 来るよね。でこれで F5 来ることによって、まあ、オーダー C も視野に入れてますっていう意思表示かな。はい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 、はい。まあ、実際そこのオーダーは強い。てか、アナンも使用率高いよね。まあでも、アナン使用率高いのは、まあ強いんだろうなって気はする。つくよみよりアナンが高い。そのつくよみは多分、やってることがぶっちゃけギルガメでよくねみたいなとこあるだろうから、だと思うんだよな。そう。どうやら、ギルガメの方が強いらしい。低骨においてはつくよみより。うん、オーダー C めっちゃ狙ってんね。めちゃめちゃ狙ってんね。抑えるなら C6 だけど、
どうしよっかな。F3 打つにしてはなんかシャバいな。いや、これコーネリアでよかったかな。まあいいか。これ角がだるいけど、なんか火力でうまいこといかんかな。これはね、避けたいよ。避けられないの？嘘でしょ。これ話変わってきた。まずい、話変わってきた。これちょっと話変わってきた。で、これ F3 でコンボ組みたかったけど、相手のオーダー C からあまりにも逃げたすぎるんで F2 にします。F3 打っても2手飛ばしできないんで。オーダー C がちょっとあまりにもキムいんで。あー、でもオーダー C 組まれるね、これ。でもコンボ吸収 ?1200 か。耐えれそうじゃない。あ、でか。でか、このアルト。こっち。まあ、ただ、これ飛ばされる可能性あるんだよな。C と D と F1。でも取りに行くのはちげえしな。これでアルトのコンボ残すのが一番いいよね。頑張って耐えましょう。ただこれで、耐えられるってことはない。相手は飛ばすルートじゃないとダメだ。待って、ルサールか出ちゃう、これ。最悪、ルサールか出ちゃう。ルサールか出ちゃう。痛え、死ぬ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 。しまった、ルサールか出ちゃった。こういう時があるからね、ルサールかちゃんとアタック振った方がいいですね。飛ばせてないんで、今の F4 打っても多分。無理だな。無理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 。600ぐらい残る。なんでここ耐えるしかないな。でもオーダーは全部使い切ったから。おっ、これ来た。これ耐えたんじゃね。まさかここまでとはな。危なっ。ふう、危ねえ。やっぱアルトは入れててよかったね。アルトなかったらここで多分勝ててない。そもそもロック使わせたっていうのがあるから、そもそもアルト打って。危ねえ。おー、ギリギリだったけど勝てたね。これは多分グノーが機能しなかったのがでかいかもしんないけど、相手立ち回りうまかったな。リーニーからのファビオっていう。あ、めっちゃポイントもらえた。ありがとう、ありがとう、5連勝ありがとう、5連勝。ジョイマンみたいになっちゃったってことで、なんか俺も43位ってことでランカーの仲間入りと言いたいところなんだけど、今100ポイント失ったんで参加するためにさらに伸ばしていきたいけど、お願いしますよ。クラリアット超月、超月長月。いくぞー。さあ相手はなんだこれ、リトルか。オッケー、まあ、とりあえずギルガメいきますか。はい、で、まあ、とりあえずチャージ貯めてくるよな。はい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 。これでも相性いいよね。もう後半こんなビーナスとウンディーネ打っとくだけでなんとかなりそうなんだけど。これなんか意外とメイティス使うときないな。あ、ちょっと待ってね。ここ。いやー、来ないか。ロッククソ怖い。ロッククソ怖い。いや、来ないと思うけどね。ロッククソ怖い、マジで。これ以上ないぐらい怖い。まあ、これか。まあ、来たらもう頑張って、あれですね。トップでルサールか引くわ。あー、出た、夏ブラ。夏ブラのね、ゾノバコンボ吸収がもう、しょっぱな600になっちゃうのがちょっと怖いんだけど。バイセー。オッケー。いてこい。強いわー、強いわーあらー、簡単だなギルガメッシュ。なんか出してるだけで相手 HP 全然削れてくからさ、もうなんか簡単すぎるな。あまりにもはにゃー。いや、これ簡単だな。一応相手リトエルなんで、これ D5 進行からだと右下 X の展開になった時に F5 のゴリ押ししちゃうとシールド張りづらいんで、これで一回 B4 打たせますわ、もうこの際。OK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 。で、ゾノバ取っちゃおっか。ゾノバ取って、はい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 。で、一応イヤッサ発動できるんで、
出しちゃうかね。右下 X 来るかな。右下 X 来た場合神駒4枚残るから、あ、一応発動できるな。 OK、 もう行っちゃおう、行っちゃう、もうどんどん行っちゃう。もうほんと適当に火力出して後半シールド貼るだけで勝てる。まあ後半シールド引けるかどうかも大事なんですけど、うまいこと引いてくれるでしょ多分。頼むぞ。そんな悩む？そんなに？おーしよしよしよし。でこれは、うん、ダブコンになっちゃうけど、ネフゴ打っちゃっていい気がするわ。夏ブラの、あのブラジがあれでしょ？ 1.44 しか出ないんで。いっちゃおう。で、ウンディ引けてるんで。で、これで神駒召喚入れて。はい。俺のペース。で、下手したら相手もこれ、例えば D6 打っても、バイセコンボで飛ばされるんじゃないかっていう恐怖がね、よぎるはず。はい。で、リトエルのチャージ、全然溜まってないしな。5ターンだったら。多分8ターンとか必要でしょ、最大チャージは。8とか、それぐらい？あんま知らんけど。リトエル、にわか。にわかリトエル。OK、罠駒来る。けどこれ相手動線なくて。はい。フギムーニー。フギムーニーでいいや。フギムーニーでこれもう、あの、罠駒貫通します。ラギーで。マディス・マディンとかじゃなければ、全然通っていくでね。はい。ちょっと簡単すぎるな。簡単すぎないこのデッキ。はぁ、俺が今までいろんな、こと考えながらやってきたけど、こんな簡単な出来があったなんて。グローリーモード何パンドゥラ、いい吸収量だな。752,100として4600ん、合ってるよね、これ飛ぶよね。4600出るから、あの単体で、でこれでコンボスキルできるよね。はい、やばー。え、めっちょ待って、俺の想像より2、3倍ぐらい強いな、ギルガメッシュ。はあ、そうですか。こんな強いんですか、ギルガメッシュって。そうですか。これはなんか規制がかかってもいいかもしれないな。なんかギルガメッシュがグローリーで強いっていうのは肯定的だったけど、ここまで強いのはちょっと話変わるかもな。でもかといって、これギルガメに規制かかるとしてさ、どういう規制をかけたらいいのかって難しいな。動デッキ制限とかかけるにしてもなんか対象して難しい気がする。ギルガメ自体が相性いい駒多すぎて。もうギルガメッシュを村八分にするしかないのかもしれない、下手したら。もうね、はい。え、いいね、グローリーちょっといろんな人に当たるようになってきた。いいんじゃない、はい。来た。そう、この神殴りに勝てるかどうかっていうのが腕の見せ所。まあ一応今回ビナ採用ではある。OK、2手目は安定してるな。神駒4枚とかの条件の駒が手駒に来すぎるとバカほど事故るんで、そこがいっちゃん怖いんですけど、まあ、こういうハロウィンベスタみたいな駒とかね、しっかり引けてたら、その事故も、心配なく。で、500の雷撃与えて。で、ギルガメ自体がボルトヒル持ってるんで、X 耐性も結構得られてるっていうのも強くて。はい、成り打ち。で、ちょっとこれ考えます。はい。アルト。で、アルトはね、割かし大事な気がする。あの、ギルガメの、あれなんですよ。あ、ギルガメじゃない。相手が神殴りだと思うんですけど、ノートインストールできるんで、確か、グローリーって。だからこそ、アルト大事ですね。後半しっかり出して。相手がもうそろそろ、イシュタル出てくるな。出されたら困るな。って時に、出したい。力を貯める時期だな、今は。今は力を貯める時間。で、その展開はちょっと好ましくないね。はい。うんで。けど、うわぁ、難しいな。C5 行ってみるか。
半分にさえならなければ運で切らなくていいと思うんですよね。多分ノートイシタルだと思うんですよ、おおむね。だからこそ半分が怖い、相手の HP の。だそのタイミングで運で切りたいんで、ちょっとここは火力出してみよう。で、過度進行する場合ってウンディーネ盤に出すタイミングちょっと難しいんで、今のだこっちだったら F4 にウンディーネ狙えるばかりか、 B4 打たれてもここでしたら切っていくのはうまい。まあこれはちょっとアルトのタイミングとずれちまったけどしょうがない。今アルトっても弱いんで、ちょっと待ってね、お前のコンボは4567822800、あー半分いくな。でそこでイシタルってことは、まあ10中8持ってますね。難しいけど、いやー F5 は違うと思うんだよな多分。いやただこっちもこっちで問題があって、これ多分、あーやばい、オーラ引かれた、終わった。いやこのオーラ止める手段ちょっとビナとか引かんと無理だなこれ。いやオーラは無理、これ絶対デガジン引いてるからさ、あのイシタルの使い方。これ終わったかも、やばい負けちゃった、これは無理だな、覆せない、相手が事故ってないと。うわ強っ、え強い、あまりにもなんかいけ、耐えるしかないな、耐えて次 CG で飛ばすしかないですね、この3枚返し。まあバフかかるしめっちゃきついんだけど、そいつ取りに行っても無理っすね。ただ今ので殴っ、ああでも引いてるだろうな、残り1枚がいいんだかった感じじゃないこれ多分。いやーでもこれしかないと思うけどな。で悩んでるってことは引いてない説ある。このバフのかかり方だと絶対デガ3枚飛ぶ。ギクーノート、あーでも引いてないのかってことは、デンデガこの情報でかい。あーでもバリアエグいな、いやバリアエグ、ギリギリバリア剥げるぐらいまで削ります。これでバリアのダメージを無効化して、ちょっとでも HP 減らさないようにしてやるしかないですね。あか、今 C1 で殴ってて、あいやダメか、 C1 殴るとあれだ、クラリーが死ぬから大小ダメージ狙えないのか。あダメだな、あ無理だな、これどまい。いやこれは勝てなかったね。まあ負ける時もある。えでもさ俺気づいたけど、マジでブルームって流行ってんのこれさ。あの前もそうだけどさ、グローリーの神殴りってブルームみんな入れてない？そんなに流行りなのブルーム、マジか。えてか今気づいたけど、プティと麦も一緒に使えてなかった。神殴り強くね？ん？神殴り強くね？ノートイシタルできて、麦、プティできて、え、神殴り強ない？てか、ブルームって、なんでこんな採用されてるんだろう？抵抗数強いんかな、もしかして。多分、神殴りメタかつ、ミラーで勝てるからかな。ね、また来ましたね神殴り。えなんでこんなに採用されてるんだ。少年 B OK。 いやマジか、ブルームマジで思ったより使われるな。ちょっとオーラだけは勘弁してください。いや本当に引かれるんかい。いやまずこれオーラに対して何もできないんだよな、ギルガメッシュ。シールド張るぐらいしか抵抗手段ないんで。神殴りきついな、やっぱり。この構成。まあ、ビナ入れてるからまだギリギリ抵抗力保ってるけど、オーラまで引かれるとなると、あもう話は変わります。めちゃめちゃきついです。あと、神殴り対面で多分 B3 進行が良くなかったのかも、さっきの。あんま俺好きな進行じゃないって分かってたけど、やっちゃったよね。シェム切り、これ大事だな。はい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 。まあ手駒、紙駒4枚なくても使える駒結構あるんで、 B3 からいこうかな。シェム貼られてて、
いや、ビナ大事、めっちゃビナ引きたい。ビナだ、ビナが全てを救う。ただフェルノト、さ、やっぱきつくねえか。フェルノトデジタルまで貼られるとマジでリーサルずれるし。え、やっぱこれきつくねえか。これ多分 B4 からでも絶対飛ばしにいけないんで、もうカトからいきます。でコンボ2倍の駒引かれてたら、まあ引かれないのお祈りで、半分以下のタイミングでシールドっていう戦法を取らないと。あ、終わった。強すぎる、あまりにも。ちょっとそのなく強すぎるな。いや、あまりにもやばいな、それ強すぎるわ。ちょ、勘弁して。これ半分いくよね多分。やめて、いっちゃった。終わった。グッバイ、また次回お会いしましょう。これ終わりです。これ来るの、いや、引いてなければ、引いてなければいいね。引いてなくても打つわ、エンデガラジンじゃなくても。え、打たない。いや待て、これはチャンス。ビナとか引けば、いや、チャンス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 。でこれね、地味にね、何がでかいって情報取れてるんですよ。多分デガ引いてない。引いてたら絶対打つ今の。これ情報取れてる。いや、かといってかといってな、いや、かといってないよな。いや、こっちでいいのかな、これ。ちょっとコンボ2倍はあまりにもきつすぎるんで、こっちにしたけど。うん、取らせてシールド貼るしかない気がするけど。アラジン引いてる？マジ？いや、マジか。ってなるともうビナ間に合わないかも、打っても。いや、マジか、引いてたんか。それか今引いたな。いや、もうウンディ貼るしかないけど、きつすぎるなこれは。あまりにも、やめてくれ、やめてくれ。フェイルノート負け、まあ、勝ち筋は白露とか、あの、なんかあの辺の弱い駒じゃないと無理。おい、デガ引いてるやんけ。予想がいい。おい、これってことはクラリの段階でこれ両方引いてたんか。なんで色く打たなかったんだろう。 A3 から入ってくれたから相手負け筋広げたけど、でもビナー引けなかったな、どみち。いや、くそー、単純な時にビナー引けなかった。って考えたらやっぱ神殴りきちい。これ神殴りきついね、めっちゃきついな。ファニーとか入れようかな。でもファニー1枚入れたところで変わらない気がする。めっちゃきついな神殴り。ちょっと神殴りは、いや、オッケー、神殴り以外ならなんとかなるっていうことでしょう。もうこうなったらめちゃくちゃ強えわ。なるほどな。あん、これあれ何、捕食魔殴りか。アイシェ止める手段、あー、ないけど、アルトはまあまあ効きそうだけど。じゃあ、あの、アイシェだけやめてください。アイシェだけ勘弁。はい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 。OK、手駒にはもう、あれですね。雷撃たくさんあるんで、仏徳は問題なさそう。はい。うん、雷撃展開 C の、アルトどうしようかな、どこで使おう。うん、もうこういう時にアルト使おうかなって思っちゃうんだけど、割と割と思っちゃうんだよな。まあでもどうしようかな。いや、割とありなんじゃないかな。だって相手変置きとさ、もう初手にこれ切ってるやん。だいたい捕食とか多くないってなるけど、まあいいか、一旦序盤は適当に削るか。適当に削って、うん、で相手がやばい、死にそう、捕食したいって時にアルト使いたいですね。これね、意外と攻めっ気あるやんけ。意外と攻めっ気ある。うーん、どうしよっかな。うん、よいしょ。あ、強いな。あ、強い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 。え、コーネリア君いいね。俺ちょっと気に入ったわ、君のこと。君気に入りました。何？エスクードだと。エスクードだと。でもこの召喚はなんとかなりそう。多分召喚の中でもこれ、ま、優しい方だな、この召喚は。倍セ切るか、運で切るか。割と倍セな気がするんだけど、ここ。返しのダメージそんな高いわけじゃないし。ち
ょっと削っときたい気持ちがある。よいしょ。で、S 枠そこに使ってくれてて、で、次あたりであるとかな、そろそろちょっと温めすぎな気がする。で、 C に来るんじゃない多分。 1.7 つないで、あ、取るのか。 OKOKOK。 あー、ただこの盤面 F4 打つとダブコンになっちまうな。 F4 打つとダブコンになっちまうな。 A4 もしかり。はぁ、いやでも F4 だな。これ C2 はきつすぎるな。だよな、合ってる。これでよかったかな。一応相手火力出したら、これ火力ライフバー上がって、あと捕食で今アルトでアンチヒルだけど、いやでもきついかな。重くそ火力出されると、いやそうだよね、出すよね、そりゃそう。いやきつ、いや一応ウンディあるけど、待てよ。今ダブコンになってるから、どっちか抑えないとダメだね。ウンディで A4 に見えるか。いやでも意外と耐えないこれ。相手バフスナイフィルしかないよね。で 1.6 でしょ。耐えないかな。あ、ダメだこれ。あ、 A3 か。 A3 が一番良さそうか。 A3 ウンディにしよう。 A3 ウンディにして雷撃とこれ入れて、うん、これで。いやでも火力出してよかったかな。耐える読みで火力出してもよかったな。あー、出してよかったな。これミスだね。ウンディじゃなくてよかったね。これ左下 X やばいわ。え、そうだよね。やらかした。いや、ミスったなこれ。やべ、ミスった。これ火力出せばよかった。ガチでプレミ。いや、これガチプレミだな。うわー、こっち行くしかないな。いや、ガチプレミした。これ火力出せばよかった。今やってもた。え、しかもトゥーミエだ。めっちゃ強いんだけど。トゥーミーやばい、2880。クソ強えな。やってもたー。これそっか、俺動線のアルトしか残んないんだわ。やってもたな。これ耐えるしかないな。いやー、どんまい。いや、これはねマジでミスった。ウンディじゃなかった絶対。火力出して次バイセル飛ばしだったな。多分耐えれたね、あれ。オーラ引かれてないし。これはミスりました。ってことで、ギルガメ使ってもちゃんとやんないと負けます。やっちゃった。ウンディーネじゃなかった絶対。そうか、召喚増えないもんな平さんだと。ってことでギルガメ使ったんだけど、めっちゃ強かったわ。マジで強かった。ただ負ける時も全然あるっていうか、やっぱバフ対面で抑える駒がないんで、デバフとかも神駒そんななんか入れるかって言われると怪しいから、バフ対面はしっかりやらんとって感じですね。それ以外は大体は上取れると思う。コントロールとかだと、もともと HP 高いんで打たれ強いし、だバフ対面はバフを止める手段が、ほぼないんで、そこだけ注意かな。まあでもそれ以外だったら大体勝てると思います。でバフ対面も、まあ、工夫次第でって感じかな。特に髪殴りがめっちゃきついけど全然勝てるんで、よかったら使ってください。てかもう使用率がねもう一番高いんで、俺ちょっと今回ギルガメッシュ体験っていうところで使ってみたんだけど、めっちゃ強かったわ。はい、ということでぜひ使ってください。また次回お会いしましょう。この動画面白かった人、高評価チャンネル登録お願いします。また次回お会いしましょう。さよなら、バイバイ。